ハイアリアパーク競馬場はアメリカ合衆国フロリダ州ハイヤリアにある競馬場。1925年解説の歴史ある競馬場で、その建物が1979年にアメリカ合衆国国家歴史登録財として登録されている。かつてはフロリダ地区のサラブレッド競馬において中核を成していた競馬場の一つでフラミンゴステークスなどの重要な競争も 開催されていた。2004年に一度廃止されたが、2009年に、クォーターホース競馬の競馬場として再開されるようになった。かつて、フロリダのサラブレッド競馬場の中でも、中核的な位置にあったもので、ケンタッキーダービーへの前哨戦の一つであった、フラミンゴステークスなどを開催していた。2001年に一度閉鎖されて以来、ハヤイリアパークでは、 サラブレッド競馬は開催されておらず、現在はクォーターホースの競馬場として新装されている。主に冬場に開催しており、現在は12月初頭から1月末までを開催期間としている。その施設は1920年建造と歴史があり、後術のレスター・ゲースラーが設計した建造物はアメリカの文化財として登録されている。 大湿地帯エバーグレーズの橋という立地からしばしばヘビが出る土地でもあり、かつては常にヘビのハンターを雇って捕獲に当たらせていたという。またハリケーンによる被害をしばしば受けており、その都度急上していた。1920年に投資家ジェームズ・ブライトと航空技師グレン・カーチスらによって計画された競馬場でブライトとカーチスが中心となって、 出資を募り、同年に建物とコースが建造された。会場当初は競馬場ではなく、1922年にアメリカ初となるパリミューチュエル方式採用のグレーハウンド、競争競技場として会場している。その後、投資家のジョセフ・スムートの協力を取り付け、1924年にマイアミジョッキークラブを創設し、 1925年6月15日に、サラブレッド競馬の競馬場として開場した。当時のハイアリアパークには一周一マイルのダートコース、とスタンド、クラブハウス、21棟の旧車があり、さらに競馬以外の娯楽施設として、ダンスホールやハイアライフロントン、ジェットコースターなども備えていた。1926年、競馬場は大規模なハリケーンによって、 被害を受け、しばらく開催できなくなってしまった。その状況を救ったのが、オーナーブリーダーでもあった、フィラデルフィアの資産家、ジョセフ・アーリー・ワイドナーで、1930年に、競馬場を買収し、同じく、オーナーブリーダーのエドワード・ライリー・ブラッドリーの、協力を取り付けて、競馬場の再建に取り組んだ。ワイドナーは、再建にあたって建築家のレスター・ゲースラーを招き、 エプソム競馬場やロンシャン競馬場など、欧米各地の競馬場を視察させて、その着想を練らせている。ゲースラーの設計の下で作られた新競馬場は、1932年1月14日に開場した。新ハイアリアパークは、新しい設備を積極的に導入しており、再開の翌年にはアメリカで初となる芝競争用のコースが作られ、 その翌年には同じくアメリカで初となるトータリゼータシステムがさらに1946年には写真判定用の撮影機材が導入されている。またハイアリアパークの名物であるフラミンゴは1934年に導入されたもので最初にキューバから20羽を輸入しあとの1947年にさらに100羽を導入している。 造園にも力を入れ、一万本のヤシなど様々な植物を植えている。これらの景観から競馬のみならず、冬場の観光地としての人気も集めていた。競馬場としても冬場の東海岸、中部地区における主要競争の開催地として名高く、特に、フラミンゴステークスとワイドナーハンデキャップは後に G1 として格付けされていた。出走を経験した。 競争場の質も高く、特にフラミンゴステークスからは三冠場サイテーションをはじめとしたケンタッキーダービー優勝場を多く輩出して注目を集めていた。1954年にガーデンステート競馬場などの運営者である友人森に750万ドルで買収され、同市の経営の下で噴水、展示館、水族館などが建造された。 この頃作られたもので特に有名なものが1965年に建てられたサイテーションの銅像である。その後の1972年に2150万ドルでジョンガルブレスに買収されザ・チャンプやレッド・イット・ライドといった映画の撮影現場としても活用されるようになっていった。ハイアリア・パークは1979年3月2日に アメリカ合衆国国家歴史登録財として登録され、1988年にも別部門で再度登録された。しかしハイアリアパークも次第に経営が傾くようになり、1990年には経営難からフラミンゴステークスなどを休止している。その後もしばらくは持ちこたえたものの、不安定な状況は目玉であった、競争の価値下落などを招き、 その調落は止まることはなかった。2001年3月22日の開催をもって、ハイアリアパーク競馬場は無期限の休止に入り、その時期の競馬開催及び一部の競争は、同じフロリダ州のコールダー競馬場と、ガルフストリームパーク競馬場で行われるようになった。その後の2004年、フロリダ州、パリミューチュエル賭博管轄部は2年間以上の開催休止を理由に、 ハイアリアパークの営業許可を取り消し、事実上の廃止を決定づけた。競馬場の建造物はその後も、旧社区画を除いて残されていたが、2006年頃には、フロリダ・マーリンズが当時検討していた、新球場の候補地に挙げられていたが、結局実現しなかった。ハイアリアパークに変化が訪れたのは2009年3月のことで、 同競馬場跡を所有するジョンブルネッティは営業許可を取り付け、同年夏より多額の資金を投入して競馬場を再生させる計画に取り掛かった。州政府もスロットマシン設置とクォーターホース競争の許可を同年5月に下し、そして2009年11月28日にクォーターホース用競馬場として3度目の再生を果たした。 現在はすでに営業中ながらも、計画の半ばであり、場内では今なお建設が進められている。a b u ン・モ森、アントレプレナーランディスシアターデベロッパーザグレープバインニュースペーパー。ハットスロットマシンの設置はやや遅れ、翌年2010年1月からであった。ありがとうございます。